ちは、ジャズピアニスト、ネギマリサです。本日も動画ご覧いただきまして、ありがとうございます。今日は、簡単コード弾き、ボリューム3、アメージンググレイスを弾こうということで、アメージンググレイスのコード弾きに少し和音を足していきたいと思います。前回は C のルートだけでした。ちょっとあっさりしすぎてあまりにも簡単でどうしようかなっていうぐらいだったかなと思うんですけれども、今日は安心してください。こんな風に厚みのある和音を演奏していきたいと思います。それでは前回までの復習です。まずはテンポ72で演奏してみたいと思います。ルートとメロディー。それではお聴きください。こちらが前回までのルートを演奏していました。それでは実際に今度はコードにしてみたいと思います。C の場合はドミソ。F の場合はファラド。そして G の場合はソシレとなります。まずは今日は基本形で演奏してみたいと思います。一度ご覧ください。1、2、3、1、2。いかがでしたか？ここまで和音に厚みが出てくると雰囲気も広がってきて、そして素敵な音楽になってきますよね。それでは続きまして、今回は展開形まで欲張ってみたいなと思います。 C の展開形というのはドミソ、そしてミソド、そしてソドミでした。まずはこの展開形を練習したいと思います。テンポ70で練習してみましょう。それでは C の展開形一つずついきたいと思います。1、2、3、1、2。はい。それでは続いてミソド。それでは続いてソドミ。戻ります。ミソド。ドミソ、はい、いかがでしたでしょうか。まずはドミソ、ミソド、ソドミの展開形に慣れてみましょう。ここまでできたら、実はミソドが入れられるところがないかなと思って探してみるんですけれども、 C が2回繰り返しているところがあります。ここ結構暇なので、ミソドを入れたらいいんじゃないかなと思います。ということで、一番初めのテーマのところ、テーマの一番初め、ソドドミレドミーのところにミソドを入れようかなと思います。1、2、3、1、2。はい、こんな感じかなと思います。このようにすると、ファラドからミソドになるこのファーミーという音の流れがすごい素敵かなと思うので、これぜひ試してみてください。そして続いては C になりますね。ソドド。ここはこのままでいこうかなと思います。ミレドミ、レミソ。同じですね。
そしたら続いてミソソのところは今度このままソドミに行ってみようかなと思います。ソシレからソドミというのもとても行きやすいコードです。ミソソで、その次は今度ミソドに行こうかなと思います。ミレドミで、そうすると次がファードなのでつなぎがいいですね。レドラ、そしてまたミソドソ、そしてドミソに戻ります。ソドドミレドミレドという組み合わせはどうかなと思います。ぜひ試してみてください。それでは初めから演奏してみたいと思います。ここにコードは表記しておりますのでぜひご覧ください。1、2、3、1、2。いかがですか？ドミソがミソド、ソドミとなるだけで随分雰囲気が変わってきますよね。それでは本日も簡単コード弾き毎日コツコツ練習編アメージンググレイスを弾こうのパート3をお届けいたしました。ぜひ次回もご覧ください。本日もありがとうございました。バイバーイ。